STナイターの高松宮記念特別競争はいよいよ6日間にわたっての記念バトルの最終決戦。さあ伝統の一戦、51回大会のナンバーワンを決する第12レースの優勝戦です。1、2、3、4、5、定段から離れて6号手の丸のとどうやら枠なりです。さあ追い風です。スタートライン上風速は現在3メートルから4メートルほどの追い風。1分前で1号艇峰竜太、墨の絵6連続優出。さあ40回大会の覇者が V2 に王手。2号艇の桐生純平、目下賞金ランク第8位、勝てば賞金ランク第4位。3号艇の中野次郎、墨の絵3連続優出、 G1 V6 なるかです。そして引っ張るでしょうか、4号艇の菊池康平、本領のダッシュ戦で一発逆転 V なるか。5号艇の吉田敏彦、8場所連続優出で近況好調の V なるか。そして6号艇の丸の和樹はシリーズ後半調子を上げて G1 17回目の優出。さあこれでスローが1歌3でダッシュが456で枠なり3対3のスタイル。さあ今年の伝統の一戦が峰竜太の完勝 V で幕を閉じるのか、大注目のラスト優勝戦スタート10秒前です。インコースから1番2番3番4番5番6番の枠なり3対3で間もなくスタート。1秒、今スタートしていきました。コースタートは内側の1蓋さん、そして4号艇も出ていきますが1マーク。まずは逃げる1号艇の峰、握った3号艇届かず、刺して2号艇も届かず、あと4番5番6番でバックスリッチャー、ここもイン逃げから圧勝で峰竜太出てまいりました。そして現在2番テラスに4号艇3号艇4番3番並んで、後方で2号艇6号艇5号艇が固まっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回って1号艇強い峰竜太、そして2番テラスは4号艇回った懐、6号艇あと2番3番5番と回ってきますが、わずかにアウトから4号艇の菊池康平2番手に浮上、レーサー2周目とあります。さあ現在2番手争い4号艇の菊池、まだ一定審査では3号艇、現在上位が143と上位を形成。2周目で出したマーク、トップで1号艇の峰竜太早くも抜け出して2番手争いは3号艇回った懐、さあしかして4号艇の菊池康平ですが冷静に菊池2番手をキープ、3番手に3号艇、上位が143となっていまして、伝統の一戦ラストは現在143、あとは6号艇で後方5号艇が接戦状態になっています。ラインタンマークを迎えますが、トップで回って1号艇の峰竜太どんどんと抜け出していって、2番手が4号艇の菊池康平、3番手ですがここも3号艇がキープして中野次郎、直線コースへと入って上位が143で最終周回へと入ります。さあ今年の伝統の一戦は強い峰竜太、そして2番手には現在4号艇の菊池康平、3番手に3号艇の中野次郎、最後のバックスレッジへと入ってまいりましたが、上位変わらずの1号艇4号艇3号艇となっています。これで峰竜太今年8回目、住之江8回目、 G1 17回目、通算では99回目の優勝が目前となっています。さあ今年の伝統の一戦は峰が最強レーサーをアピールする優勝、高松宮記念見事 V2 達成、2番手に4号艇3番手に3号艇で最後の直線コースへと入ってまいりました。伝統の一戦のクライマックスラスト、強い強い峰竜太が優勝で間もなくゴールを迎えます。優勝1号艇峰竜太、ゴールインガッツポーズ、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番2番ゴールイン、5番がゴールイン。